東京都区部名古屋市大阪市三大都市六大都市殺戦幸福日本三大都市とは日本の都市の中で代表的な三つの大都市の総称以下三大都市と略す現代では一般に東京都区部大阪府大阪市愛知県名古屋市を指すまた三大都市を合わせた東名阪という略称も用いられる1908年4月1日には 三市と同様に、名古屋市に木製が敷かれ、京四市に大都市制度が導入されることとなった。大正時代になると、名古屋市の他に、開港後校の神戸市や横浜市も京都市と人口で、遜色なくなり、三市という枠の意味がなくなった。そのため、1922年3月30日には、六大都市行政監督に関する法律が施行され、東京市、京都市、 大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市が六大都市とされた。国勢調査が開始した1920年10月1日には、神戸市の人口が京都市の人口を上回り、人口順は東京市、大阪市、神戸市、京都市、名古屋市、横浜市となった。1923年9月1日に関東地震が発生すると、 大きな被害を受けた東京市と横浜市の人口が減少し、移住者の多かった大阪市と名古屋市の人口が急増した。震災によって被災した東京市の人口は減ったが、震災の影響が少なかった隣接群の人口は急増した。すなわち、東京では天災によるドーナツ化現象が発生した。1925年4月1日には大阪市が 隣接に軍四十五町村を編入して、地域を三倍以上に拡大し、大大阪時代が幕を開けた。合併後の大阪市の面積は、東京市の約2.3倍となり、同年の国勢調査人口では、大阪市が東京市を上回り、六大都市の人口順は、大阪市、東京市、名古屋市、京都市、神戸市、横浜市となった。 1927年4月1日には、横浜市、1931年9月1日には、神戸市に木製が施行され、6大都市とされた市のすべてに大都市制度が導入された。1932年10月1日、東京市は、隣接五分82町村を編入して、領域を拡大し、人口で再び、大阪市を超え、大東京市の時代を迎えた。 合併後の東京市の面積は大阪市の約3倍となった。1943年7月1日には東京都政が施行され、東京府と東京市が廃止されて東京都が置かれた。これにより、6大都市から東京市を除いた5都市が5大都市と呼ばれるようになった。なお、6大都市の故障はこの後も用いられた。この時期は各地に大都市が育ち、また、 都市の編纂が相次いだため、三大都市の定義が困難である。ただし、関東大震災から大東京市の成立までの間の人口上位三都市は、それぞれの順位が入れ替わることはあったが、大阪市、東京市東京都区部、名古屋市であった。戦中に大規模な空襲を受けなかった京都市を含め、六大都市はすべて人口が減少した。その結果、 戦後復興期の人口上位3都市は、東京都区部、大阪市、京都市となった。復興が進むにつれて、東京都区部、大阪市、名古屋市が3大都市となった。計画的な地域開発を目的として、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法が交付され3大都市を中心とした3大都市圏が定義された。都心の地価が高騰したため、 東京特部や大阪市の人口は一時減少し、名古屋市の人口も停滞。その代わりに郊外に衛生都市が形成され都市圏そのものは肥大化していった。そうした中で1970年代に横浜市の人口が大阪市や名古屋市を超えた。そのため、市区の人口と経済活動の規模が一致するとは限らなくなった。江戸時代の三大都市は大阪、京、 江戸であり、総じて、三都と呼ばれていた。それぞれの塔を表して、大阪の食い倒れ、京の木倒れ、江戸の飲み倒れという言葉がある。天正18年に、徳川家康が江戸城を居城としてから、江戸の発展が始まるが、それでも江戸幕府が置かれた、当時の人口順では京、大阪、江戸だった。山城国の京、及び、摂津国の大阪はいずれも機内にあり、合わせて、 情報と呼ばれた。大阪の役により、人口順は K、江戸、大阪に変化した。大阪は、近世日本における物流の中心地、K は、日本最大の工業都市として発展し、江戸はできたばかりだったが、日本最大の地業地を持つ江戸幕府の在所で、あるのみならず、当初は、自発的だった、参勤交代が、官営12年の武家諸法度によって制度化されると、 各藩の大名と従者が各年で集中するため、当時の日本で最も富裕層が集まる都市となり、大正七となった。17世紀中頃になると、江戸の人口が K の人口を抜いた。さらに元禄年間の1700年頃には、大阪の人口が K の人口を抜き、以降幕末まで人口順では、江戸、大阪、K となった。江戸の人口像の背景として、大正七を支える。 商業従事者の増加のほか、基金や貧困で営農を放棄した農民の流入も、言われている。また、火事が発生しやすい気候の土地に作られた都市であった、ため建設業が発達し、大工や細工士などの工人を多く吸引したとも、言われる。また、寸布政権時代の寸布は、寸布96が、町と呼ばれる外区が整備され、江戸に次ぐ、人口12万人を要し、 世界屈指の大都市として機能していた。そのため山東、江戸、上報寸布とする場合もある。開国以降、開港後港と呼ばれる国際貿易港のある都市の人口が急増した。また、明治時代に入って、布告強兵が推進されると、近代工業都市、軍が置かれた都市、鉄道流通の拠点都市などの人口も増加した。しかし、 明治期においてはまだ三都が人口の上位を占めていた。1889年4月1日の市政施行後の三大都市は東京市、大阪市、京都市であり、三市と呼ばれた。なお、京都の他に東京にも皇居が設けられたこと、また事実上天皇が東京に京を移したこともあり、当時の法律において三市を記載する順は東京市、京都市、大阪市であった。 アメリカの経営コンサルティング会社 AT カーニーが2020年に発表したグローバル都市指標のレポートではビジネス活動、人的資本、情報流通、文化的経験、政治的関与といった総合的な観点で世界都市を順位付けし東京は4位、大阪は35位、名古屋は78位と評価されたアメリカの総合不動産大手 JLL が2018年に発表した世界都市ランキングにおいて不動産の観点で東京は世界最上位の都市の一つとして位置づけられ国内都市ではついで京都が新たな世界都市インフルエンサーに続いて大阪と名古屋が国内成長エンジンに分類されているまた日本のシンクタンクの森記念財団都市 戦略研究所が2019年に発表した世界の都市総合力ランキングにおいては評価対象になった都市の中で東京は3位、大阪は29位、福岡は42位と位置づけられた。ただし森記念財団の調査には正確性と客観性について国外から疑問の声もある。なお、名古屋は2012年の指標において低い評価がついたが2013年以降は 評価対象外となっている。以下三大都市を含む明治以降の六大都市の行政域内人口の変遷をまとめる。なお1918年と1920年の間で都市人口が大幅に減少したように見えるが、これは人口統計の基礎が戸籍による現住人口から国勢調査による現在人口へと変更されたからであり、実際の人口は減少していない。 厳重人口は本籍人口に対して出入り気流者などを過剰することで計算されるが、入り気流者が出来流者を大幅に上回ることとなった気流届の不備などにより年々実際の人口と厳重人口の乖離がマスコットとなった。参考までに1908年と1913年に関しては警察署が各管轄内で把握していた。 警察署調査現住人口を別途掲載するが、これらは内務省調査の現住人口よりも実際の人口に近いと考えられている。ことばン区、三大都市人口が多く、経済、産業などの中心地となる三つの都市、横浜市における区政の歴史、調査規法1号横浜市、51の58ページ、1966年。 h t t p s w w w c i t y y o k o h a m a l g j p c i t y i n f o s e i s a k u t o r i k u m i s e h i e n t y o u s k i h o u 1 0 f i l e s 0 0 1 0 2 0 1 9 1 1 1 4 pdf 昭和45年版交通白書昭和47年版犯罪白書6大都市交通事業概要など鳩山国を第85回国会衆議院法務委員会 https 国会 NDLGOJPTXT 1億850万5千20 206X00219781017 79昭和15年国勢調査及び昭和22年臨時国勢調査寸布のまちづくり静岡市2020年12月5日閲覧静岡祭りと駿九96がち静岡祭り公式ページ shizuokamatsuri.com2020 年12月5日閲覧2020グローバルシティーズレポートカーニー www.jp.carney.com2021 年4月11日閲覧2018年版都市比較インデックス世界都市の10類型未来都市創生への同定を発刊 www.joneslanglasale.co.jp2020 年1月8日閲覧東京が4年連続で3位 大阪と福岡は順位下げる2019年世界主要、都市ランキング。サンスポー、コム、2020年1月8日閲覧。柳沢、ゆきお、柳沢、キおッとの視点、世界の都市総合力ランキングって誰のためのもの世界のことなら、海外在住ライター集団、海外下記一クラブ、2020年4月29日閲覧。 世界都市総合力ランキング2012森記念財団2020年4月29日閲覧ありがとうございます。